レゴランドカリフォルニアは1999年にアメリカカリフォルニア州カールスバットにあるおもちゃのレゴを題材としたテーマパークである。レゴランドカリフォルニアリゾートはヨーロッパ以外で初めて開園した世界で3番目のレゴランドパークである。また初めてウォーターパークが開園したことでも知られている。メインのレゴランドパークの他にシーライフセンター、ウォーターパーク、 レゴランド、公式ホテル、商業施設などは、合わせて、レゴランド、カリフォルニアリゾートと呼ばれている。その後フロリダ州にも、レゴランド、フロリダリゾートが開園したため、アメリカには2つのレゴランドリゾートが存在することになった。2003年から2005年までの3年連続、ベストチルドレンズアミューズメントパークのカテゴリーで、テーマパークインサイダー賞をいくつか受賞し、2005年、 このパークはアメリカで唯一のロボコースターエリアをオープンした。2008年に複合体は2000万ドルを新しいテーマエリアであるシーライフアクアリウムのアドベンチャー・オブ・ランドを拡張するために投資した。レゴランド・カリフォルニア・リゾートが10周年を迎える2009年は2008年に比べて6%増加し、史上最高の入場者数を記録した。 2013年の春にオープンしたホテル。250室あり、レゴランドリゾート全体をモチーフとしている。2018年の春にオープンしたホテル。250室あり、レゴでできた城をモチーフとしている。2.2ヘクタールの面積をカバーする最初のレゴランド、ウォーターパークがオープンした。レイジーリバーのあるエリアと、レゴのレンガの部位で6人乗りのイカダや、レゴ城のある子供用エリア。 三つの個別のスライドがあるレゴの動物用エリアなどがある。2008年8月11日に初めて開園したシーライフセンターである。広さは3345平方メートルの2階建てで14のテーマルーム、教育的でインタラクティブな要素、インタラクティブな発見エリアはレゴの産後礁を構築する際に環境を認識させている。ありがとうございます。